なんだよあれ。棺なんて縁起悪いな。あんな格好して本当は投降する気じゃねえのか。あいつは道館で下ってきた新参だもんな。待たれよ、宝徳殿。棺を担ぎ打って出るとは何のおつもりか。無論自ら果てる道理はなし。これはそれがしの覚悟。死たる者、死を厭わず己が本分を全うするべし。故に死を隣に置き望むのみ。覚悟受けたまわった。みんな機嫌を上げよ。ここにいるは不当不屈の強者のみ。団結して軍神関羽を打ち砕くのだ。おお、なったか。繁盛はどうなっている。繁盛におわすは宗神殿と宝徳殿。必ずや持ちこたえておられるはず。しかしそれも我らの助けなしでは長くは持つまい。急ぐぞ。職などに慶州を譲るわけにはいかん。